こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、バカでも年収1000万、ね。案ずるより売るが安しと。ねまあ、ちょっと、えー、言葉遣いが悪くて、まあ、差し障りがあるかもしれないんですけど、まあ、話を分かりやすくするのに、あえてこういうバカでもというような、ね、表現を、えー、取らせていただきました。まあ、商品探しを、ねえー、難しく考えると良い商品に巡り合えません、えー。例えば、 商品探しててね、eBay での制約事例が3ドルから30ドルと幅がある商品があると。Amazon での販売価格は80ドルで制約なしと。これ、どう考えればいいんだろうと。ねえーまあ、eBay、ねえー、制約幅がある商品結構あります。特にオーストラリアはあります。で、この場合、まあ、普通の、まあ、賢い日本の方相手に、 販売するならね、商品の価格を比べる例が多いんで、3ドルで売ってたらね、30ドルのこの制約間違いだろうと、ね、10個売ったのかなとかね、えー、まあ3ドルで売ってたらやっぱ3ドルしか売れないだろうと、まあ、いうのが、まあ日本人の普通の感覚だし、それで大体合ってると思います。ただ、オーストラリアはね、まあ分かりやすく言うと、バカが多いと。ね、バカって、あの、これね、えー、あなたじゃなくて、 これ売る相手のオーストラリア人のこと言ってますので、ねえー、誤解しないでいただきたいしオーストラリアはバカなのかとバカにしてんるのかということを言うと、ね、そういうわけじゃないんですけど、ね、このバカという表現を使うのが、えーまあ、分かりやすいかなというので、ね、今回こういう表現を使ってますけど要はバカでも年収1000万稼げるのがオーストラリアに住んでる人たちオーストラリア人の特性なんでね、えーまあ、そういう。えー あんまり考えずに物を買う。ね。えー、あれがね、全部使っちゃう。まあ、全部じゃ飽き足らずね、えー。カードローンまでしてお金欲しいもの買っちゃうという人たちに物を売るんで、あんまこの3ドルとか30ドルでね、えー、別にそんなに考え込む必要はないと。30ドルで売れることあんだったら出してみたら売れるかもしれないねというぐらいでちょうどいいです。ね。ただね、まあそうは言っても、えー、まあ、 基本外してね30ドルどころか50ドルで売った方がいい場合もあればやっぱりやめといた方がいいという商品もあるので、ねまあ、個別にはこれ相談していただいてからやるんですけど何しろ3ドルから30ドルで幅があるからね3ドルだろうって言って商品を外しちゃうとみすみす儲かる商品を外しちゃってることになるんでまあ3ドルも30ドルもまあ一緒だと言っちゃいい過ぎなんですけどまあ3ドル までねあるかどうかともかく30ドルって見たときねあと10ドル安く買えないかなというのを探すのがまあ賢い買い物の仕方でね、えー、典型的な日本人のしかもね、えー、頭のいいというかお金を稼いでる人の特性なんですけどオーストラリア人ねそれやる人やらない人いっぱいいますんでやる人が多いかどうかはともかくやらない人がいっぱいいるんでねやらずに買う人を相手にしてれば十分売れます売れる商品がいっぱいあります、まあ、例えばねこれはね 制約が300ドルから600ドルとなった場合には、これはもう、状況が異なる場合が多いと。さすがにね、あんまり比較するのめんどくさがる人もね、600ドルの商品を買うときは、まあ、もうちょっと、えー、ちょっとなんか高い気がするな、もっと安く買えないのかなと、調べるケースは多いでしょうね。まあ、ただ、うん、50ドル以下、100ドル以下で、まあ、あ,あこれこれって言って、普通にスパッと買うだろうと、買う人がいるだろうとね。ね 多く、えー、ファンだろうね、えー、なんだろうね、見比べたりね、ヤフオクの制約事例を見てね、一番安いところを買うとか、そういうことはしない例が多いです。でちなみにね、オーストラリア、ね、ウーバーイーツが大流行、どこのお店で食べてもね、もうしょっちゅうそのウーバーイーツのピックアップの人が来ますね。でこれ5ドル払うと まあそのお店配達してないお店のものをねウーバーイーツのバイトをしている人がピックアップしてその注文者に届けると要は5ドル高く、ね、なるけど、えー、食べに行く必要がないとでも歩いて5分から10分のお店なんですよ普段行ってる店ですからねわざわざ遠くの食べ行ったことない店のウーバーイーツ頼む人ってめったにいないんでふ、まあ、普段行ってて今日は面倒くせえなというのでね、えー、頼む。 でこれね、オーストラリアの、オーストラリアに住んでる日本に住んだことのある人と話したんですけど、まあ、日本じゃ流行んないだろうねとね、5ドル高かったら、多分日本人じゃ頼まないだろうというのは、私もそのね、シドニーに住んでる方も一致した意見だったんですけど、ただオーストラリアの人、ね、歩いていくのめんどくさいと、ね、5ドル普通に喜んで払って、ウーバーイーツ頼んでます。小銭を惜しまず使う OG とのマッチングがとてもいいサービスなんでしょうね、このウーバーイーツは。 で、オーストラリア人の平均所得が8万ドル。これ大体日本でいうとこの800万ぐらいの感覚ですね。まあ、レートは80何円とかいう感じなんですけど、まあ、オーストラリアに来て住んでる人の感覚だと、まあ、100円で考えた方が日本の実態に近いと。で、日本で年収800万円取ってる人っていうのは、まあ、 結構ね、稼いでる人は、やっぱりそれなりに仕事ができるとか、気が利くとかね、頭がいいとかいう何か、いい面ある人が多いですけど、まあ、ただ、オーストラリアとね、そうとも言えないと、そうじゃないケースが多いと。それと、あとね、10万円というお金の価値、これからね、1個事例をご紹介しますけど、10万円というお金の価値がね、価値と、それと所得が高い人が求めるサービスの違い、ね これは日本人がそのギャップにはまると嫌な思いをする実例と。まあ、日本人がオーストラリアに旅行に来たら嫌な思いをしますけど、日本人がオーストラリアで商売をすると逆に美味しい思いがする、できる実例ということですね。でこれシドニーでオペラハウスが見えるパークハイアットに泊まって不満を抱いた日本人,レ日本人のレビューです、ね。このオペラハウスの対岸にあって、ね、バッチリオペラハウスが見えて。 こんな感じの写真を見てねしかも値段は10万以上といや今安いんでね690ドル冬ですからねオーストラリアね一番安い時でこのぐらい5万ちょいねで普段は大体10万以上で10万以上でこの写真を見て泊まったら、まあ、確かにねオーストラリアに来たことない人、ねえー、あんまり海外旅行しない人はね日本,の日本で10万払ったら大抵いいホテルでいいサービス受けられますからね そういうのを期待してくるんでしょう。ところがね、えー、シドニーは、えー、その期待を見事に裏切るような、えー、程度の低いサービス、ねえー、しか受けられないという実例ですね。まあ、こんな風にまに、あえー、レビューがあって、要は、えー、宿泊費用はメルボールンの4倍以上したと、ねえー。シドニー高いですね。何しろ観光客多いし、金あるやつ多いんで、シドニーのブックはすごい高いです。で 到着ししたたた際ののの対対応応がが良かっでですが宿泊地はホテルスタッフの対応で嫌なことが多くありました例えば、コンシェルジュに挨拶しても返事がない、ね。コンシェルジュに挨拶しても返事がないっていうのもあれですけどね、まあ、コンシェルジュに気,楽気軽に挨拶を、まあ、するようなホテルじゃないんでしょうね、パーカ・ハイアットなんですけどね。まあ、ただ、ここで言いたいのは、この挨拶もできないコンシェルジュでも年収1000万取ってます。ね 平均800万ですからね、ホテルの場合は、えー、夜間勤務とか、ね、休日出勤があるんで、まず、えー、手当が結構つきますから、年収1000万円かっていうのはあんまないでしょうね。で、廊下ですれ違っても挨拶をしないスタッフ、ね、スマホをいじりながら、えー、すれ違ったスタッフがいると、まあ、これまたスマホをいじりながら適当に仕事をしても年収1000万。で、朝食のサービスが遅い、忘れてるなど、えー、パークハイアットらしからぬサービスにはがっかりしましたと。 で、オーダーを通し忘れるレストランスタッフも年収1000万ってことですよね。で、これにね、ご丁寧にホテルオーナーからの返信がついてまして、オーナーからの返信ってね、ゼネナルマネージャーですけどね、オーナーじゃないですよね。えー、まあ、元といい、えー、パーク・ハヤット・シドニーからの返事と。まあ、えー、要約するとね、えー、これはパーク・ハヤット・シドニーからのサービスですと。ね、えー、パーク・ハヤット・シドニーのサービス、何を期待してんだか知んないけど、こんなもんだよと。ね いう返事ですねでこの人はゼネラルマネージャーだから多分年収2000万円ぐらいもらっています。でもう一つ、ね、この人もまあ不満タラタラだったと。ねえー、1泊1207ドル、ねえー、と比較すると満足度あまり高くありませんと。一番残念だった点はホテル側に責任がある不具合への対応です。 これ、エアコンが壊れてて治らなかったって言ってるんですけど、これ、エアコンは、ね、別にホテルで作ってるわけでもなくて、取り付けたのもホテルじゃないと。ね、だから、エアコンメーカーか、エアコンを取り付けた業者の責任だと考えるのがオーストラリア流です。パーク・ハイアットの部屋にあるからね、パーク・ハイアットの不具、えー、合だと。ねまあ、日本だったらそれが当たり前だしね、うちエアコンメーカーじゃないからなんて言ったらね、なめとんだかって感じですけど、 オーストラリアだと正直こんな感じですね。まあ、ここに温度差がありますよね。日本人はホテルのせいだと思ってるし、ホテルはまあエアコン壊れてるのは別にうちのホテルでエアコン作ったわけじゃないしねって感じですから、話が噛み合うわけがないと。だから全く誠意のないものでしたという感想になるんでしょうね。 ちなみに、まあ、この人ね、毎日、毎晩ね、ね3日間毎晩、えー、修理の人呼んだみたいですけど、まあ、オーストラリアではね、基本的に壊れているものは治りません。で、そのエアコンの不具合を直してないメカニックも年収1000万円と。で、まあ、不満、すごい不満ね、誠意がないと、ひどい対応だった、連絡もよこさない、そんな顧客の満足度を下げるアシスタントマネージャーも年収1000万円と。で、まあね、えー、返事来なかった。 ね考えてまた返事しますと言ってね、連絡したら、連絡出なかった。これね、多分、ね、わざと出なかったですね。めんどくせえやつだなと思,思われちゃったんですね。で、えー、都合のあるい返事はしないのが原則ですね。ね、えー、返事しないってかイか、許す使っちゃうわけですからね、えー、なかなかすごいですよね。 このケースで日本でエアコン壊れてますって言って治らなくて文句言ったらね、いるす使われるっていうのは日本だと考えられないですけど、まあ、シドニーだと多分普通のサービスとして、サービスっていうかね、普通の対応として十分あり得ると。ね、ちなみに、まあ本題から外れますけど、標準的な日本人がね、スペシャルイベントの舞台にオーストラリアを選ぶのは間違いです。ね、オーストラリアを選ぶっていうか、海外を選ぶのが多分間違いでしょうね。 きめ細やかなサービスとか、ね、過剰なほどの、ねえー、丁寧さとかってのは海外にはないですからで普通にきちんと、ね、日本人が満足するようなサービスを提供できるようなホテルとかレストランっていうのも海外にはほとんどないですからスペシャルイベントだったら、ねまあ、正直、えー、このオペラハウスなんかに行かずに、ねえー、ウェスティン・ハテレ泊まってジョイル・ロブションあたりで、ね、食べた方がはるかに満足度高かったんじゃないのかなと思います。 まあどうでもいいことですけどね。で、まあホテルオーナーからの返事。まあオーナーじゃなくてゼネラルマネージャーなんですけどね。まあ、えー、よすると、細かいレビューありがとうと、あなたかな、かなり暇人ですねというような返事ですね。でね、なんか <laughs>、こんなサービスと言えないサービスを提供してね、所得が高いっていのはまあ腹が立ってきますが、まあ趣旨はそこではないので置いといて、まあバカでも年収1000万円と、まあ、それがオーストラリア。 ね、今まで出てきたそのホテルのね、対応してきた人たち、まあ、ひでえな、それっていう感覚だと思います、普通の日本人だと。まあ、ただ、シドニーにね、えー、3年半住んだ私から言わせると、まあ、普通だねと、まあ、期待するのは分かるけど、まあ、それ期待してもしょうがないね、オーストラリアでという感じですね。で、何しろ、もう本当に、えー、所得は高い。 ね、所得高いんですよ。しょうがないですよね。で所得高いから、日本人が考える10万円と、オーストラリアの考えるこの10万円の価値が違うんですよね。まあ、それはしょうがないですよね。26年間後継機のオーストラリアだと、えー、日本人の考える10万円っていうのは、た、まあ、多分5万円以下ぐらいの感覚でしょうね。かたや日本人はね、えー、10年前の10万円は、今の5 20万円ぐらいの価値がありますからね。ん違うか、逆か。 10年前の10万円は今の5万円一緒,一緒ですね。オーストラリアの人が考える5万円は日本人の半額。で、日本人の考える10万円っていうのはオーストラリア人の倍。で、しかも日本人の考える10万円っていうのは20年前から、えー、と物価が下がりまくってますから、過大に、なんかね、10万円払うと20万ぐらいのサービスをしろぐらいの勢いでね、考えてるんで、このギャップはとてつもなくでかいです。まあ、そんな形でね、 えー、もう本当オーストラリア、バカでも年収1000万取ってますんでね、えー、細かいことは考えずに高く売れそうなものを送ればいいと、ね、日本でね年収1000万ある人をイメージして売るものを探すとまか、あ、えってね、えー、儲けやすい、えー、バカ向けの商品を見送ってね面倒、えー、くさいやあの価格を比較するとかね面倒くさいやつが買う商品ばっかり選ぶことになりますんでまあ、えー、バカが買る。 高買いいそそううなな商商品品って言ってちゃいですすすけどね、まあ、その無駄遣いするのが人が人好きそうな商品を探すと、ね、だから、その細かい制約価格の差とかね、売り出し価格のばらつきっていうのは気にせずに、とりあえず高く売れそうなら試してみるというのをね、徹底して商品を探していただければいいと思います。また、個別の商品についてはご相談を待ちしています。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。